なぜ孫昌宏は劉備と結婚するより変態と戦う方がいいと思っているのか、彼女はどれほど劉備を憎んでいたのか、なぜ三国の名将である呂布が朝鮮の面倒を見なかったことを後悔していたのか、彼は本当はどんな人生を望んでいたのか。この人生をやり直す三国志ゲームでは、後悔している全ての将軍を救うことができる。不本意なまま死んでいった孔明、死ぬ前に後悔し始めた呂布、彼ら全員を救うことができる。ハッピーエンドを求めるなら三国志アナザーを事前登録しましょう。